岡岸七郎の肖像写真、岡岸七郎から1947年7月4日は、日本の内務官僚、政治家、感染県知事、警視総監、貴族院議員、旧姓、伊丹、美前国出身、農業、伊丹喜三郎の長男として生まれ、旧幕臣、岡隆志の養子となる、岡山中学、成立学者、大学予備門を経て、 1891年7月、帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年10月、高等試験に合格し、内務省司法となる警報局に配属され、さらに検知局へ移動した。1893年11月、鳥取県参事官に就任。以後、青森県内務部長、内務所機関、警報局刑務課長、大阪府内務部長などを歴任。 1904年11月、秋田県知事に就任。1905年12月、東韓府に移り刑務総長に就任。さらに、韓国政府の商工部次官権東韓府刑務総長事務取扱い、韓国内務次官を歴任した。1910年6月、鳥取県知事に就任。1913年2月、内務省刑報局長となり、 1914年3月31日、貴族院直選議員に任じられ、交友クラブに属し1946年5月18日まで在任。1918年9月、現内閣の際に警視総監に就任し、1922年6月まで在任。戦後の1946年9月に公職追放となった。ありがとうございます。